続きまして、大阪・関西万博に山岳・官民の力の結集と、不民・市民が参画する。大阪ヘルスケア・パビリオンをトピックといたしました。講演者をご紹介いたします。講演いただくのは、大阪府市万博推進局理事・中野直樹様です。中野様、よろしくお願いいたします。えー、ただいま、ご紹介いただきました、大阪府市万博推進局理事の中野でございます。 あのこの前にあの万博全体のご説明ございましたが、あの私の方からは、えー、万博に出展いたしますあの地元パビリオンである大阪ヘルスケアパビリオンで発信する未来の都市生活について、えー、ご説明をさせていただきます。は、え、じ、ー、めにあのパビリオンの紹介動画をご用意しておりますので、えー、2本ほどの動画となりますが、まずあのそちらの方あのご視聴ください。 2025年大阪ヘルスケアパビリオンテーマはリボーン私たちは新たな自分に生まれ変われますパビリオンはネスト鳥などの巣をイメージさせるデザイン木を活用した建物は水が流れる透明な大屋根に覆われ降り注ぐ光と風水に包まれた幻想的な空間となっており 流れる水は水運で経済を発展させた水の都大阪を表していますエントランスを抜けると太陽の光があふれるアトリウムが広がり未来の都市生活をコンセプトとした体験が始まります未来のゲートではあなたの健康状態をスキャンし2050年の未来都市に向けてリフトライドに乗り込みます ライドから降りるとスキャンしたパーソナルヘルスレコード PHR から生まれたあなたのアバターがお出迎えデータをもとに提案される未来のフードや未来のヘルスケアでの体験を通じてあなたの PHR が更新されアバターも生まれ変わります他にも未来の都市 中小企業スタートアップによる展示・出展ゾーン未来の大阪の食・文化などさまざまな体験を通じて未来の自分を知ることができます2025年4月命輝く未来社会へ新たな一歩を踏み出す大阪ヘルスケアパビリオン NEXT4 リボーン私たちの未来は生まれ変わります ご視聴ありがとうございました。えー、ではまず、あのパビリオンの概要、コンセプトについてご説明をさせていただきます。えー、指定参加で目指しているところでございますがあの、命や健康の観点から未来社会の新たな価値を創造するパビリオンを目指しております。また、SDGs 達成目標の2030年以降を見据えた取り組みでございますとか、えー、大阪の活力、魅力を世界に発信してまいりたいと考えております。参加の主体につきましては、山、え、岳、ー、官民の力の結集と、府民、市民の参画、 とございますがあの大阪府や大阪市だけでなく産業界企業の力教育研究機関の力自治体の力そして不民市民の皆様の力を結集しオール大阪で力を合わせて出展するパビリオンにしてまいりたいと考えております参加のテーマは人は生まれ変われるそして新たな一歩を踏み出すという2つの意味を込めましてリボンといたしております 次にあのパビリオンの外観でございますが、あの名称にもネスト・フォー・リボーンと入れておりますが、新しいものを生み出す巣、ネストであることを表現した屋根が特徴的な外観となっており、大阪の新たな成長を発信するランドマークとしての役割を果たしてまいりたいと考えております。また、あの外壁の仕上げに積極的に木材を活用し、自然を感じる環境共生建築を目指してまいります。 え建築の概要ですが、建築の概要ですが敷地面積が約1万500平方メートルで、日本海に次ぐ敷地面積となり、すべてのパビリオンの中でも最大級のパビリオンとなっております。 また、あの高さは12メートルで、あの幕屋根の一部が約20メートルでございますので、これはあの万博会場のリングの最も高い部分と同じ高さになります。えー、万博会場内でのパビリオンの位置でございますが、あの大阪メトロ中央線の新駅姫島駅から東ゲートから入ってすぐのところでございまして、あのパビリオン全体の中でも大変恵まれた立地となっております。 次にパビリオンの展示ストーリーについてご説明させていただきます。まず平面配置でございますが、あのスクリーン下側に1階平面図と2階平面図を並べて表示しておりますが、パビリオンは本館棟、未来のエンターテインメント棟、バックヤード棟の3つの棟で構成されており、本館棟は2階建てで4つの楕円が重なった形となっております。この平面図で展示の体系の流れをご説明させていただきますが、 来館者はまず入り口から入って右手未来へのゲートのゾーンにある PHR ポットに入っていただき健康に関するさまざまなパーソナルデータを取得します次にリフトに乗り2階に上がっていただきリフトライトから降りたところで計測したデータをもとにアバター化した未来の自分に出会える体験をしていただきますさらに未来のヘルスケアゾーンなどでは一人一人に最適化されたヘルスケアなどに関するさまざまな体験をしていただきます その後、再び1階に降りてからは、未来の都市生活を感じられる未来の都市ゾーンを体験していただきます。さらに、大阪の中小企業やス,スタートアップの優れた技術、サービスを展開する展示出展ゾーン、大阪門などの大阪の豊かな食文化を発信する未来の食文化ゾーン、最先端の技術を用いた XR シアターによる未来のエンターテインメント等などを計画しております。 また、1階のアトリウムでは、iPS 細胞で作成した心筋シートを用いた心臓モデルの展示をはじめ、再生医療に関して情報を発信していくことも計画しております、えー。ここからはもう少し詳しく各ゾーンのご紹介をさせていただきます。まず、未来へのゲート、PHR ポートでございますが、えー、来館者の方はまず、あの健康に関するさまざまなパーソナルデータ、PHR を計測するため、えー、PHR ポットに入っていただき、 最先端のセンシング技術により新機能や骨格、肌、髪などに関する PHR を取得していただきますこの後リフトライドに乗り2階へ移動していただきますが PHR ポートで取得したデータをもに個人に応じて最適化された食やヘルスケアに関する様々な体験をこの後のゾーンで楽しんでいただくことができます リフトライドを降りますと取得した PHR をもとに生成された25年後の未来の自分のアバターに出会う体験をしていただきますこのアバターはこの後のパビリオンでの様々な体験を通じて変化していきます2階の未来のフードや未来のヘルスケアのゾーンでは PHR をもとに最適化された美や体、食など様々な未来の体験が提供されます 再び1階に降りてからは未来の都市のゾーンを体験していただきます。生まれ変わった未来の自分で2050年頃に実現が想定される未来の都市への参加をするというコンセプトのもと、ホーム、パブリック、メディカルの3つのテーマに沿って展示を展開する予定でございます。えー、続いて iPS 細胞による生きる心臓モデルと再生医療展示についてでございますが、 ライフサイエンス分野とりわけあの再生医療に関連する企業や研究機関等が集積する大阪・関西のポテンシャルと、えー、再生医療が作り出す未来の医療を子どもたちにも分かりやすく示すことで将来への期待と命の大切さを学んでもらうとともに科学への関心を高め次世代の人材育成にもつなげてまいりたいと考えております、えー、次に建築工事の進捗状況でございますが、えー、こちらはあの昨年の 12月に撮影したものですがあの、えー、鉄骨の建て方を鋭意進めているところでございまして地上部の躯体工事についてはほぼ完了している状況が見て取れると思います、えー、スケジュールですがあの写真の通り昨年4月に着工以降工事は順調に進捗しておりまして既に地下部分の掘削工事及び躯体工事が完了しておりますまた地上部分の躯体工事につきましても来月には完了する予定でございます 内外装工事や幕屋根工事も並行して進めており、えー、今年の10月には予定通りすべての建築工事が完了するものと考えております。そのまた、これまで説明させていただきました、えー、それぞれのゾーンの展示工事に入っていく予定となっております。えー、こちらは協賛企業の一覧となります、えー。昨年12月の時点で、多種多様な業種から45社もの協賛企業にご参画をいただいております。 また、協賛企業とは別に、大学や研究機関を中心とした16の協力機関にもご参加をいただいており、まあ、こうした多彩な方々と協力をしながら、明るくワクワクする未来社会のモデルを世界に発信するパビリオンとしてまいりたいと考えております。し、え、て、ー、参加する協賛企業によって展開されます、さまざまな展示コンテンツにつきましても、今後、展示内容が具体化され、より詳しくワクワクする情報の発信が可能になると考えておりますので、 ま,あまたそのことが万博全体の機運の盛り上げにもつながっていくものと期待しております、えー、大阪ヘルスケアパビリオンの今後の,展開、えー、今後の展開にぜひご期待をいただきたいと思います、えー、私からの説明は以上でございますご清聴ありがとうございました中野様ありがとうございました